移転したらもう一回やるっていうこの根性がね
もう大好きになりました。で、僕ちょっとあの工事的にそのこのこっちの壁とそっちの壁、やらせてもらったんですよ。あのね、工事綺麗や思った。あのね、はい。もうね、もちろんゴミに出るやろと。ゴミ出たら音を吸収するためにそのゴミを全部壁の内側に入れてくれ。あのゴミが全部内側に入ってる。されるんですけどね、もう取った今度工事して壁取ったらダーッと出てきますよ、ゴミが、はい、という裏話もね、ありつつ、今日はね、え、生ゴミちゃうし、ね、生ゴミではないですよ、建築のゴミですよ、はい、それをね、言いつつ、今日はちょっとあのいろんな、小若いのっぽいやつをね、やりたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。Yeah.
じゃーん。太ももがね、皆さん男の人はね、もうみんな用にしてるふりをしながら見てるんですよね。あの電車の中とこで、あの何、あの女の人のねスカートと短い前に座ってはる時ね、で帽子とかかぶったら帽子をこうして視線隠しながら見ません。見ませんか。あれ、あの本能的には見ます、ね、見ますよね。いや本能はね、すごい本能のせいにする感じです。あの僕ジムでね、70歳とかでその人いはるんですよ。で、おばちゃんがね、こうとかしてはるんですよ。俺見たかないんですよ、70のお乳。でもね、こうやったら、見てるんですよ。生理これはね、やらしいとかちゃうんですよ。もう見てまいりますよね。見てます、うん、でおばあちゃんでも見てしまう。この辺の黒いものが見えてたらね、今日でもジオちゃんのね、ルックが、まさかそんなミニを、ミニじゃないよこれ、ショートパンツ、ええやんこれ、あの黒い、あのこの、これええね、もうちょっとあれ、もうちょっとみんな泣けちゃう。俺これさ、楽しみですよ、それね、やろええやんね、でもかっこいいからね、はい、ギターも一生懸命練習してくれてね。あの、せやけど、ちょっとキヨさん、一個触ってもいじってほしいんですよね。誰が？あの T シャツをね、新調したんですけども、なんかね、ここタグついたままがあんまり見えないんですよ、それけど、これをぜひいじってくれ言って、僕面白いかなって言って、これじゃ分かります。これだ。いやタグがついてる。あんたいじってくれ言うたから。わざとつけたままいじってる。仕込みがちゃんと。そんな受けへんかったでしょ。今日のお客さん、なんか感じ悪いよね。ひどい。多分それ、あのバーコードでピッてやったら、キューさん、あの買って帰るんですね。キューさんお持ち帰りできる。300円。レッドカーペット。ピッて。次、あと2曲、僕の歌は終わりですけども、そのうちの1曲、いきたいと思います。Thank you.
Hero, 空を
くんコーナーということでね、あっくんよろしくお願いいたします。ね、この間を借りまして、マークとても出てきてるので、はい、最近はあんまりいじってない、ヤホーポーいじってないな、最近。ね、この間B ブレで合宿行ったんですよ。こいつ、来やがらへんのですよ、ね、こいつ、来やがらへんのですよ。で、まあ、4人でね、飲んで、Facebook 動画とか、ちょっとアップに上げてくれたんですけどね、ヤホーポーね、ほんま来てほしかったんですよ。もう寂しくて、はい、何回もあの動画、ライブ動画でヤホーポー来てって言うてるのに全然来てくれへんそんな時間じゃないお天気良かったから、いや、もう多分12時前やったじゃんお天気良かったよ、お天気良かったよ、お天気良かったよ、よろしくお願いします。はい、では、このバンドはですね、ドラムが3人いまして、交代でこう、いろいろやっていくんですけども、はい、ありがとうございます。どうもまあ、そういうことで、僕はね、ベースを持たずに歌うってめったにないんですけどね、機会が。このバンドでは、すごく 手持ち無沙汰。無沙汰？無沙汰？はい、あってますね。はい、まあ、とりあえず行きましょうか。はい、おさるさんからいきますね。そしたらね、五代五の、曲をいきます。皆さんご存知ですか、五代五。もちろんご存知ですよね。はい、ね、まずはおさるさんからいきますからね、はい、皆さん一緒に歌ってください。よろしくお願いします。はい、モンキーマジック。名曲ですね。これはこれいいですね。最高
これいいですよ、本当ね、子供の頃思い出します。やっぱすごい、はい、次の曲がですね、まあ、お題今お題語シリーズなんですけど、次の曲ね、実は僕知らなくて、テイキングオフっていう曲なんですよね。スリーラインを知らんのかって怒られたんですけど、映画版の挿入歌らしいんですよ。ね、はい、まあまあ五代五好きなんですけど知らなかったです。はい、すいません、ちょっと懺悔を込めて歌いますんでよろしくお願いします。はい、テイキングオフ。
あの氷なんか大きく余りましたよね、あれ8袋そう
いや氷がね、うん、足らないかなと思って僕もちょっと気を使って買っていったら、僕はあの6袋買ってちょっと多いかなってみんなにも多いっすよもちろん言われて、あごめんごめんって言って、アキくんが後から今日ってもちろん氷買ってきましょうそんなことできよったんですか、もうええって言ったよね氷ナッツもあるやんけ、そう結局ね、あのアイスバケツチャレンジしましたからね、朝からね、はいしてない、してないですよね。もう溶かしましたけど、はい、頭からこう。お酒結構余りましたよ、あれ。僕まだ未だにあの生姜1キロ、あのまだ俺300グラムぐらい残ってる。そう、ガリチューをね、飲むために。はい、あの1キロ買いました。はい、だいたいあの、宝焼酎をね、5リットル買ってくる時点で、ちょっとあのおかしいですよ、普通に。一晩で。5リットル飲めないですかね。あ、そうそうそう。他に言われても違う。もうあの、この好きです。はい、この好きで行きました。はい、その映画の、うん、とりあえず映画の、はい、スリーナインの主題歌ですね。はい、スリーナインのって言ったらもうね、もういいですね。はい、今から銀河鉄道スリーナインに行きますよ。はい、アリスコーナーに入れて、アリスもね
ね、僕いとこの、いとこはすごく年離れててましてね、いとこがよく聞かせてくれたんですよ、アリスをね。僕の世代、そう、僕の世代って多分アリスってあんま知らないと思うんですけど、僕はめっちゃ好きで、はい、いうことで、何シーンとしてますけど、どうですか、私は小学生だね。あ、ですよね。だから僕が知ってるっていうのがまあ変なんですけど、まあまあそのいとこの影響です。はい、まあ、その話はどうでもいいですね。遠くで奇跡を聴きながら名曲、はい、カラオケ的な感じで歌いますね。Thank you.
ジョニー、コーニー、エタバ、アリスメドレーです、ね、またドラマーが変わります、はいはい、というわけで戻ってまいりました、もう一段でございます、はい、一応これが最後の曲、はい、一応ね、一応ですよ、一応分かってませんやん、もう一回言いませんやん、あのほんまに2曲しかないですね、あと、はい、ないですか、いきますか、はい、キューさん、音遅いよ、大丈夫です、大丈夫ですよ、俺の存在感分かったやろ、すごいすごい、キューさんの今値段がちょっと上がったかもしれない、存在感アピールしましょう、最初のジーやんだっけ、ジーあ、そうです、thank you.
Ready?
救いたわれる。ありがとう。Look out!